ご視聴いただきありがとうございます。静かなる防衛です。今回は護衛艦出雲回収前最後の合同練習、合同訓練南シナ海での4カ国での訓練は初めて、今回登場したフランス原子力空母とともに考えていきます。今現在出雲護衛艦は南シナ海での合同訓練のため任務についています。村雨とともに出航しています。フランス海軍、オーストラリア海軍、アメリカ海軍、4カ国での合同訓練となります。今回初めてフランス海軍が原子力空母シャルル・ド・ゴールを合同訓練に使用しています。南シナ海での緊張は日々高まりつつあり、日本はもちろん、フィリピン、インド、警戒がされています。どうして南シナ海でこれだけの軍事的な訓練が行われるかというと、中国がフィリピン沖人工島を作り出してからです。そこが軍事拠点となりつつあり、中国軍が展開しています。で、4カ国合同でこのシーレーンを守るために毎年訓練をしています。去年は護衛艦加賀が参加しました。去年で思い出したんですが、去年は黒潮潜水艦の登場で皆さんびっくりしたことでしょう。その黒潮潜水艦が極秘任務を南シナ海で行っていたのは5年も前のからになるとの報道がありました。またまたびっくりです。黒潮潜水艦は双流型と違って一昔前の潜水艦となります。親潮型、旧型ですね。その潜水艦でさえ存在がわからなかった。中国海軍は
慌てているでしょう。実際潜水艦の行動や任務に関しては極秘事項です。どんな訓練をしているかも分かりません。それに潜航能力も未だ分かっていません。おおよその深さはある程度目星はついていますが、それほど詳しく表には出てきません。出雲回収前の海外派遣はこれで終了です。合同訓練が終わり日本へ帰島すると、それぞれ国内での任務につき回収が始まります。 F-35B ストブル戦闘機の特性を生かした回収になることでしょう。出雲の回収の後、加賀も回収になる見込み。もともとヘリ空母として建造されています。時代の進化とともに今では出雲の248メートルの甲板でも滑走路となり得るのです。それは F-35B ストブル戦闘機の特徴、垂直離着陸機能がついているから、短い甲板でも活動できるのです。 F-35B ステルス戦闘機は常時艦載するわけではなく、有事の際に艦載するとの、いわや防衛大臣の発表がありました。しかし合同訓練で艦載をし訓練するはずでしょう。まだ F-35B の納入時期は決まっていませんが、回収回収後には何機か納入されているといるでしょう。護衛艦加賀の回収ポイントは広い甲板と内部の弾薬庫の整備だと思われます。
絵が下手ですが。F35B は168m あれば離陸することができます。今の日本にマッチした機体だと言えます。 F3 開発も決定されていますが、ストブル戦闘機のようなステルス戦闘機がいいのではないかと考えています。それもツインエンジンになるとかなり日本はすごいんじゃないかなと思っています。この南シナ海での合同訓練、毎年行われていますが、来年は加賀が行くのでしょうか、それとも伊勢、日向とどの護衛艦が向かうかは定かではありません。今日もご視聴ありがとうございました。